和田秀樹チャンネル、和田秀樹です。マインドリセットのテーマでいろんな話をしていて、まあ、そこそこ人気があるということで、今回年取ったらマインドリセットしないといけないことに、確かにこれまで子供との関係とか夫婦の関係とか言いましたけど、一般的な人間関係について申し上げたいと思います。例えばさ、定年退職なるものをした時に、本当は人間関係って変わるわけですよ。これまで会社に勤めてて、上役がいて部下がいてっていう人間関係だったわけですよね。と、上役がいたら嫌だなと思っても、まあ逆らいにくいですよね。だから上役の言った通りの仕事をするとか、言った通りに働くとかしないといけない。もう一方でマインドリセットをした方がいいっていうのは、本当は会社辞めたら上役も部下もいないわけで、もうないわけです。だから例えばですよ、道ですれ違って元上役、上司、部長とかがいて、たら、あ、部長とかって言ってへこっとしたりするわけだけども、本当はもう辞めて、多分それで上役の部長だって会社辞めてる可能性もあるしさ、辞めてなかったとしても、もう俺は会社辞めたんだから、お前に給料もらってんじゃねえやっていう話もあるわけで、別にそこでへこっとする必要ないのに、ついへこっとしてしまう。で、お前どうしてんだとかって言って、じゃあちょっと久しぶりで会ったから飲みに行こうかとかったら断れなかったりする。で、断れないのに、向こうも定年退職しててお金がなかったりすると、払い割り勘でいいよなとかって言われて、はいとかになっちゃう。こんなバカバカしいことないでしょということですね。あとさ、年を取ったんだからって、そんな人目気にする必要もないわけで、例えばその風俗とかさ、行った時に階段を降りてみたら、もっと部下がいたとかって可能性ゼロではないわけだけど、だけど別にさ、その会社の中で、元部長、辞めたいけど定年退職してから、スケベになったらしくて、風俗から出てきたわよとかって、噂をされる可能性はゼロではないですよ。だけど、別に噂されたところで実害がないわけですよ。ということで、その人目って気にしなくて良くなってるのに、やっぱりマインドリセットができなくて人目やたらに気にするとかさ、あるいは上下関係やたらに気にするとかさ、そういう人がすごい多いわけで、もう辞めたらみんな対等。これね、アメリカってすごく僕はいい国だと思っているのは、例えばさ、マイクロソフトに勤めてたとするじゃん。そうした時にさ、もう新入社員でもビル・ゲイツのことビルって呼ぶわけよ。だからそういう意味で、結局みんなファーストネームで呼び合う中で、プレジデント社長とか CEO とかって呼ばないわけです。そういう関係だから、定年退職後もトムさんとかさ、ニックさんとかさ、そうやってこうミスターもつけずさ、トム、ニックとかって言って、まあそういう形でですね、まあ対等なんだけど、日本だって年取ってからは対等っていう文化は当然なのに、なんか年を取っても元の人間関係にこだわりすぎるっていう問題がある。それともう一つ、人間関係でよく年を取ったらやっぱり人間関係大事だよと、会社の人間関係がなくなった時に、まあ例えばボランティアの集まりであれ、地域の集まりであれ、マンションの管理組合の偉い人になるであれ、何らかの形で人間関係を持ち続けましょうと、年を取っても人間関係を持ち続けましょうっていう人がたくさんいるわけ。僕ね、そこでね、例えば麻雀仲間を持っておくとかさ、悪いことじゃないとは思いますよ。ただここでも大事な条件で、よくほらママ友に嫌われたくないからママ友の言いなりになるみたいな話がありますが、仲間に入れてもらいたいがためにパシリ同然になっちゃうっていう人は結構いますよ。だから、ね、友達なんてね、多くなくていいんですよ。要するに友達がね、多くない代わりに気を使わないで済む。友達付き合いを年を取っても続けなきゃいけないと思い込むがあまりに、それがストレスになってるんだったら、何のための友達付き合いか分かんないと。だからこいつと飲んでると気楽でいいよなとか、麻雀打つんだったらこいつらとやってるといいよなとかさ、何でもいいんだけど、そういうちゃんと気の置けない仲間とか、あるいは自分がさ、奥さんとの問題で、いや最近もかみさんとうまくいってなくてさとかって言って悩みを相談できる相手とかさ、自分の本音が出せて自分がその人といるとホッとする人とは付き合ってもいいけど、嫌な奴らと無理無理付き合うっていうのから引退できるのが定年退職ってやつですよ。これね、同じことが言えるわけで、女の人でも。女の人も大体年を取ると、もちろん仕事をしてた人は定年になるわけだけど、してなかった人でも、大体子供がほら結婚してったりさ、会社に入ったりして手を離れるわけですよ。でも子供が手を離れてまでもさ、ママ友とは付き合い続けなきゃいけないとかって思うわけだけど、そのママ友がすごいおしゃべりしやすい、楽しい、
会ってて楽しい相手とか一緒に旅行行く相手として楽しい相手だったりすれば、それで付き合い続けてもいいと思いますよ。でもそうでもないのに、なんとなく昔からの義理とかさ、自分の娘とか息子がね、仲間外れにされないためだったのに、もうそんなこと関係なくなってまでもママ友と義理で付き合う、そんなこと必要ないですよ。とにかく実はいろんなストレスの中で最大のストレスは人間関係と言われていて、例えばうつ病とか見ても人間関係の悩みってのが一番多いし、自殺とか見ても人間関係の悩みが一番多いんですね。だから悩まなきゃいい人間関係はしなくていい。先生、人間関係の悩みがあるんですよと我々精神科に言われた時、そいつと付き合わない方がいいんじゃないってよく言います。ということで、人間関係マインドリセット、ぜひなさってください。和田秀樹チャンネル、和田秀樹でした。